っけ、 Wi-Fi 切りました。感想も初めて踊ったんですよ。近くにいれば伝ってわるだろう、ハートのことは言えないことをパー、時々イコールラービュー、嘘なんかつけない、ダメじゃしない、こんなに分かりやすいフラグだった、大好きだって言われたってわかるだろう、こういうチブラービューやってやってました。あ、花束ね、抱えて喋った後の未来が目にしみるの、腕ずっとなんかジンジンしてました。2番の最初、どうせだったら一心不乱ですか、あそこね抜かれるの知ってるんだ。なんで いつもカホ歌割りなのに座ってる人映すんだろうって思ってたから、もう今日映りに行った映りに行きました。あそこせっかくやっと来た歌割りなのにって思ってるの、いつもこっちのランプが光るんですけど、右側、カホたちから見て右側光るんですけど、カホ見てもそこ映ってなくて、え？と思って、衣装の違う、あの最初ついてた髪飾りをここにつけてたんですよ、鼻かんかぶるから。で花束を置きに行くときに一緒に外そうって思ってたのに、つけて戻ってきちゃって飛ばしました、フュッて。ハートのベクトル踊れてた、みんな。ちょいちょい右左間違えてる方いたけど踊れてました、すごい。一番揃ってたんじゃないかな、今までの中で。80点そう、8割の揃い方だったすごい、8割揃うってすごくない？すごいよ。合格です。みんな一生懸命踊ってくれてた。今日でもねすごいファンの方が入っててびっくりした。最近忙しくて会えてなかった人なのか、他にも推しがいてそっちに行っててカホに会いに来なくなった方が今日入ってサイリウムを振ってくれていたのか、まあわからないんですけどまあ前者だと思うけど、すごい久しぶりの方がたくさんいました。あ、トークだったから、そういうことかな。そうそうそう、でもみんな喜んでました喜んでました多分みんな嬉しそうな顔してた。マスクしててもわかる、全然わかる。草刈り終わって帰ってきたら声も当てた。ほんと綺麗に枯れた綺麗に行きました。入れなかったファンの方もね、そうたくさん来てて当たりませんでしたってね、え切ない。もう一回やろうもう一回やろう、もう一回生誕祭、第二生誕祭とか第二誕生日とかあればいいね。
マスクフェイスシールだいたいわかるよ。眠い眠い。前髪切ったの分かった？前髪切ったんです。そうね、ちょっと今日は寝ますよ。寝ます寝ます。今日何喋ったっけ。今日は髪型失敗しましたか？うん、いい感じ。今日は終始可愛かった。本当本当に今年はもうそういう感じの生誕祭にしました。みんな見間違えてる。ドンさんと間違えますよね。カホも間違えるもん。自分でドンさんの自撮り見て、あれこれカホ、あカホじゃなかったってなる。疲れた。疲れちゃった。どうしよう。どうしよう、疲れちゃった。今日ね、帰り急いでてね、あんまり見れてないんですよ。そう、早かったのみんなが。また花束と花缶は後日持って帰るので、一応事務所に預けてきました。母ちゃんがここまで疲れたっていうのも珍しいね。本当疲れてる時あんまり配信しなくなったからかな。眠たいと疲れたとお腹すいたばく言っちゃうから。牛が3匹行く船、もっといたってこと。あ、そう、ケンジさんとその関係者の皆さんがいました。鼻感可愛かったね。さすが牛だと思って、牛ネイルしたから。そう、でも言いたいことは言えたかな。どうでしたか、皆さんも見てて。ワークさんにハートのベクトルのお話はしてくださいって頼みました。皆さん、なんかファンの方に叩き込んだんで、ちょっとそれに触れてくださいって言いました。あー、
まとまってて聞きやすかった。本当？もう嬉しい。ハートのビクトル綺麗だったよ。工場ね聞けてないんですよ。あでも結構大きい声って思ったけど、なんかいろいろ見逃してる聞き逃してるとかがあるので、またカホはアーカイブで見ます。そう、なんか一昨年の生誕祭で8期生でイベントがしたいって言ったんですけど、なんかなんだろう、大きくまとめすぎたというかだったので、もう今年はもうはっきり青がつきました。そう、あれしたいねこれしたいねっていうのは結構裏で話すこと多いんですけど、だけどなんかなんだろう、あんまり出してないのはなんかやっぱりその先輩方が木でやってる真似になっちゃうから、なんか同じようなことをしても意味がないわけじゃないんですけど、伝わりにくいというか、なんだろうね、なんて言ったらいいんだろう、難しいんですけど、6期生がしてるから私たちもライブしたいとか、 7D2 がやるから私たちもやりたいっていうより、そのそういう先輩たちの形があるというか、先輩たちがその示してくれてる同期の道筋がそれぞれあって、そうなった時に8期生ってあんまりなんだろう木でっていうことがないから、その8期生もそのこれからの SK48 を考えた時にずっとなんか動き出さずにこのままでいるのは良くないというか、その良くないっていうより、その担える人たちになりたいっていうのは8期生もみんな思ってる部分はあるから、だからそのなんだろう、8期生としての道筋、先輩の真似をして作るより8期として8期としての進み方っていうのもあるんじゃないかなと思って、そうだからまずそうですね、大きなイベントをしたいって頭ごなしに言うより、そのなんだろう、劇場公演をやったりしてさ、そう少しずつ形にできたらきっといつかライブとかそういうのも任せてもらえるような気になるんじゃないかなっていうのもあって、その青川八期のスタートでもあったし、そう青川がしたいなって思います。そう現実的そうなんか夢をやっぱ提供するお仕事というかなんですけど、結構カホって現実的なんだよね。でも8期でまた青がしたいっていう夢はあるので、目標というかそれをなんか成功させれる力も今の8期ならあると思うし、うん、
そうそうそう、なんだろう、意思が伝わればいいですよね。今多分 8K がこのライブをしますってなっても伝わらないものは伝わらないと思うんですよ。だからなんだろう、その 8K の進む道のり、過程をそばで見てくれる方が増えたら、その私たちもそうだし、その SK48 に携わっている方もそうだし、なんだろう、もっとお互いの距離感が近くなるんじゃないかなって思うので、そうなので、なんか 8K でライブしたい、イベントしたい、曲欲しいっていうよりは、 8K として何か踏み出せる一歩が欲しいですね。そう、カホはね、研究生の時に大学があって、全然公演に出てなかったりとか、そのレッスン行けなかったりとかして、そう、最初の方からあんまり同期と接する時間が少なかったんですよ。だから最近ね、 SK48 電気でルーちゃんとマリンとかとやっぱ一緒に配信するのも楽しいし、泉とかも話してるの面白いしそう、アミちゃんとはねすごい喋るんだけど、やっぱチーム S に行ったメンバーと全然、なんだろう、話すんだけど、レッスンとかコンサートの時とか話すんだけど、なんかやっぱり一緒に公演ができる環境っていうのはめちゃめちゃ大きいので、公演がしたいなって思います。一緒に、はじきにはストーリーがないなんかがない、わかるよわかるよ、ストーリー大事なのは、ストーリーだけじゃないけど、なんだろう、まあそれだけ頑張ってきた証っていうわけだからさ、そう、行動しないと何もないですよね。ほののさんも一緒にやりたい、やりたいけど、ほののさんは楽しんでくれるかな8期に当ててるね。この間マリンと2人で帰ったのSK48 電気の日、2人で帰ったんだけど、照れたえ、何喋ろうって思って、そうそうそう、私ね、そうなのよ、一緒になんかしてるときは全然喋るんですけど、2人気になっちゃうとどうしようみたい。でもカホは携帯触らないようにするタイプなので、人といるときは携帯完全にしまっちゃって、でマリンもそれを感じたのか、マリンも消えてしまってたんだけど、ちょっと何喋ろうと思って10秒ぐらい無言で歩いたでもその後はもう普通に、すぐ全然普通に喋ったんだけど、そう、一瞬ね、わかる、照れる。泡がしてた時は、シャッフル前の泡がしてた時は全然そんなことなかったのに、ちょっとね照れるの8期と、いや楽しいんだけど、楽しいんだけど、こっちが緊張しちゃうえ、何喋ろうみたいな、そう、楽しい面白い子が多いからさ、8期は見てるだけで面白いんだけど、照れちゃううん、何喋ったっけ、何喋ったか覚えてないなアミちゃんは全然ね、アミちゃんと、そう、今は休業してるんだけど、願いと喋る時も全然緊張しないし、なんだろう、一緒にお弁当食べたりとか着替えたりとかね、するんだけど、二人になってもね。だけどちょっと多分
あんまり2人きりにならないメンバーと2人きりになるとちょっと緊張しちゃう緊張しちゃう。ゆずさんはしばらく時期が空いてからのゆずさんはちょっと緊張するあ、でもなおさんとかエゴさんとかも緊張します。割と緊張してるんですよ私あ、チームが違う先輩はだいたい緊張します。同期も後輩も。後輩緊張しちゃう。え、見てるみたいな待ってこっち見てる、やだと思って緊張します。うん、大体緊張して。チーム E は大丈夫ですね。チーム E の先輩はもう慣れた。後輩もだけど慣れてます。そう、見ないでってなるほののさん、ほののさん大好き。ほののさんは本当に大好き。言ってないんですけど結構大好きそう、この間大川さんに教えました。顔がほののさんを大好きだっていうこと特に何ってあれじゃないんですけど、まあ、一緒にチーム E に昇格した先輩っていうのもあるんですけど、ずっと一緒なので本七さんとは、うん、好きです。そう、面白いんですよ本七さんって。なんであんなに面白いのかわからない。すっごい面白い、すっごい面白いし可愛いし綺麗だし性格も素敵なんですよだから好きですね。あ、お腹空いちゃった。そう、面白いメンバー見ちゃいますよね。すごいな。鼻かん、そう、あれがなかったの。なんか刺すやつ、だいたいさ鼻かんって前にこういうのがついてて、ここにこうやって刺して踊れるようになってるんですけど、今日のなくて乗ってるだけだったんですよ。だからと思いながら踊ってました。押さえてちゃんと跳ねて踊るべきか、跳ねずに普通に踊るべきか、最初から最後まで迷って半々にした半々にしました。そう、落ちると思って、落ちた時の見栄えって良くないじゃないですか。だから絶対落とさないと思って外して腕に通して、うーん、なかったなかったです。私の中で絶対頭につけたいと思ってたそうそうそう、思ったよ。なんでここ両手なのって曲に対するなんか文句じゃないんですけど、ちょっと
揺れるって揺れるからって思ってた。じゃーんじゃ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 じゃんってとかもそう、あ、気づきました、マイク、なんだっけ、絞り出された青い絵の具溶かすように空がで、そうって右出すのに右でマイク持ってて、あっと思って書いてやってましたFFGOでテレビ番組で歌えるイベント始ま、あ、そうなんです、始まります。すごい、わ、なんか生誕祭で私が震え上がってる時にチームイラインが動いて動いてたらしくて、ちょっと携帯を見てなかったので、そう、終わってから見たんですけど、ツイートもすごい、どのチームもしてて全力ですね皆さん。でもそうですね、私もしますけど、今月の SDGs のグッズで皆さんが結構やってくださったので、なんか強制とかはしないです。うん、カホを一押しにしてくれたらいいよ。オレンジ色の景色は、なんだろう、すごい暖かかったそりゃ暖色だからそうだよね。でも2曲目からサイリウム半分ぐらい変わると思ってたのみんながさ、外れた外れた言うからさ、当たったよっていう連絡もカホのところにはすごい来てたんですけど、2曲目で絶対サイリウムめっちゃ変わるんだろうなって思ってたけど、全然全然というか、すごい黄色オレンジで降ってくださってる方ばっかで、おーって思ってた。うん、嬉しいです。毎回生誕祭びっくりしてる、めっちゃいるってめっちゃいるよって思ってる。そう、すごかった、いい色です、黄色とオレンジ。家にもある？本当？推し登録聞いてた。どうなんだろう、外れたって言ってる方も結構いましたよ。生誕スピーチでグサグサ心に刺さったの、そうだよそうだよ、知ってるんだからね知ってますよ。まあでも今年下半期6月以降は、あ、5月31日までは許すよ。でも6月からは戻ってください、カホ推しにカホはなんだろう、そのやっぱりさ、流れていく方っているじゃないですか、やっぱり魅力的なメンバーが多いから、なんかそういうメンバーを見てると、なんかこの子のこういうところを応援したいなって思う子が現れるのも全然わかるんですけど、そのなんだかな
そういつでも戻ってきていいよっていうスタンスです。流れていくのは許さないけど、戻ってくるのは全然大丈夫。なんかかほちゃん離れて生きづらくなったとか思われたくないんですよ。かほちゃんのところはいつでも生きやすい環境でいたいのでだから会いに行きづらいとか思われたくないので、いつでも っていう意味でもありました。母みたい母手足の母、本当に母みたい。そうでもそういうメンバーって結構流れ出ていくのも許してくれると思われがちじゃないですか。許しませんよカホは許さない。流れていくものは追うけど、そうそう、来るものは拒みませんもう必死に追いかけるおう、追われたいからってそれやめてくださいね。こんな感じでくしくしこんな感じで追ってるんで。ああそう、沼にはまるのが怖くていけませんっていう方もいらっしゃるんですよ。え？そんな言い訳ある？そんなことある？そう、何が怖いの？何が怖いの？ダメだよ。そう、たまにはいいよ。あ、そういうこと？カホの里カホ沼にどっぷりハマってからの後が怖いってこと？まだ大丈夫。だって気づくのが、カホの里カホ沼に足を踏み入れるのが3年後だったとしてみ、そしたらその3年分がすごくもったいないんですよそうだって、なんだろう、もう過方針になってくださってる方って今日の先端祭もきっと全力で楽しんでくださったと思うんですけど、来年ファンになってくださる方は今日の生誕祭は一緒に楽しんでくれてなかったかもしれないじゃないですか。そうなった時に里香穂沼にハマる恐怖より1年前の生誕祭にいなかったショックの方がいなかったショックというか、見届けていなかった、見てなかった、知らなかった悲しみがあると思うんですよそうだから、そうなん、そうそう、ハマるなら早い方がいい、それが言いたかった。だってノーベル化学賞の吉野明先生も
挫折は早い方が成長するのも早いって言ってたかな。沼にはまるのが早い方がいいんです。そうそうそう、時間は作っていけるんですけど取り戻せない。そうそう、そう、そのね、先生の言葉にカホはもう感動したからさ、こんな答えが返ってくるなんて、と思って、いやすごいなって思いましたよ。カホが80年間生きるとしたら、あと80年も、まあ、生きるとしたら、今応援している方はあと80年間カホの吸ってる空気と同じ空気を吸えるだけじゃないですか。吸ってるかみんな。でも来年会う人は79年しかカホと同じ空間いるんだけど、カホの存在に気づいた空間に入れないんですよ。だからそういうことです。聞こえた？今聞こえた？すごい天使の音がした。聞こえました？んーって言った。学校、高校生の時ずっと鳴ってたこの音。良くなっちゃう。グラビアの時とか良くなってる。でもご飯食べないようにするからさ。今日はね、帰ってきてからなんか食欲湧かなくてちゃんと食べなかったんですよね、夜ご飯。そしたらお腹空いちゃった。あとでなんか食べます。ね、お腹いっぱい食べたい目標、それがカホの。意外と生誕祭のために気をつけてたんです、太らないように。そう、自分のピークで入れるように頑張ってたんです。だから食べる、食べるよ、食べるよ。そう、体型を褒めてくださるんですよ。って感じ。なんかでも思うんですよ、でもカホは谷さんみたいなスラッとした体型になりたいんですよ。そう、スラッとしたいんですけど、だけどカホがスラッとしたところで需要はないなって思って、最近。そうそう、カホを好きな方って体型を含めて好きでいてくださってると思うので、カホが多分スラッとしたところで意味はなくないですよ。
そりゃ綺麗な体型になるに越したことはないんですけど、こういう体型が好きな方もいるんだなっていうのはちょっと SKE に入って感じたので、いっかなみたいな。そう、今の感じでベストを尽くします。そう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 、きっと谷さんみたいな体型をすごく好きな方ってやっぱ谷さんを好きになると思うんですよ。でもそう、なんかそれぞれやっぱ需要があるので、その人のっていう話を最近大岡さんにしてました。大岡、昨日かな、昨日か一昨日か、大岡さんにその痩せたいねみたいな話はいつもするんですけど、でもこの体型が好きな方ってそれを含めて顔が好きだからダメだよみたいな。ダメですよ。うん、大岡さんも細いのに痩せたいって言うんですよ。え、チリになっちゃうよって思うぐらい痩せたい痩せたいって言ってるんです。細い人に限って言いません？顔もよ、痩せたい。そうそうそう、大事なんですよ。だからそういう需要と供給大事なんですよ。そうそう、多分顔の顔をデブとか、ま、プニプニしてるから、ま、人によってはデブに見えるし、顔もいや痩せたいってしょっちゅう思うんですけど、人それぞれきっとあるので、あの、なんだろう、基準があるのでいいのよ。そう、だって骸骨10体との中にカホがいたら、骸骨がよく見える人もいれば顔をよく見える方もいると思うので、いっかみたいな、まあいっかみたいに思ってる。でも気をつけてますよ、ちゃんとこういうさ、ローラーとかしたり、その足も太くならないように気をつけてるし、昨日より綺麗になれるようにっていうね、気持ちで生きております。そう、結構ね、カホはね、なんだろう、すごい信頼してくださるファンの方もいれば、カホを本当に嫌いな感じの人もまあいるにはいると思うので、まあそういう方とはちょっと、そういう方にはカホは需要はないんだって思うようにしてます。そしたら供給しなければいいだけなので、需要のある人になりたいですね。需要のある方を対象に、なんだろう、セミナー開く感じで。そうそうそう、もっとね探せばいると思うんですよ。そう、分母数がやっぱ広がるとさ、割合も増えるじゃないですか。100人の9割、じゃあ100人の1割って10人だけど、1000人の1割って100人だからさ、
まあ増えるっちゃ増えるんで、もう好きな人がもっともっと好きになってくれればいいかなみたいな感じで頑張ってるんですけど、やっぱでもね、その1割の人にも好かれたいんですよ。あ、俺は里香を見限っていたって思われたいので顔はそうですね、ちょっと頑張ります何を何を、見くびっていたあ、そう見返したいタイプっていうか、なんだろう、見返したい、まあ昔の顔はそういうタイプだったけど、今はなんだろう、そういう人もいいかなみたいな感じです。協調性があればうん、そうそう、そうですね、カホを嫌いになることよりカホを好きになることの方が需要があれば、需要というかそれがプラスになればいいなって思うので、そう、嫌いな人、カホを嫌いって思うタイプの人からの、なんだろう、そういう人の人生に干渉したいなんて言ったらいいんだろうわかんないけど、まあでも顔を嫌いだ嫌いだって、まあ、去年言ってたとしても、今年やばい好きになっちゃったっていう人は顔も好きだし過去は関係ないかな、あんまり。服のなんかね、ちょっと掃除できそうな感じなんですけど、あ、そう、好かれたいタイプなんです。だからこういう性格してると思う。嫌いって思ってる人を好きにさせるの結構難しい。そうだよね、きっと。きっとそうだと思う、カホも。でもなんか自分を好いてくれる人だけを好きっていうスタンスも嫌なんですよ。わかる？なんかそれでいいと思うんですよ。だけど、そのなんだろう、完全に拒絶するの嫌なんですそう、カホを好いてくれてる人は、カホはすごく信頼してるし、カホも大好きだけど、カホを嫌いだっていう人、カホをすごい、いやーなんだこいつみたいな、目障りだみたいなカホにそうやって言ってくる人に対してももっと見てほしいって思うもっとカホを見て、もっと知って、それでもカホを嫌いなら違う方向からカホが行くよみたいな感じそうそうそう、適
できるだけ歩み寄りたいです。それでカホに歩み寄ってくれたら、カホはもう、はい来たねみたいな感じでするので、そんな感じ。そう、そういう感じで活動したい。そう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 、わかるよ。絶対こういうタイプが苦手な人っているもん。それは顔もわかってる。ちゃんのペットになります。カホは懐いてくれる動物が好き。ラテちゃんさ、いつ噛まれるかわかんないから、甘噛みなんだけどね、甘噛みなんだけど、いつカッシャッってやってくるから、たまに急に来るの、撫でてってやってくるのに5秒後にフッってやってくるから、えってなるけど、懐いてくれる生き物が好きです。懐いてください。うん、でもそう、顔が近く行った時にゴロンって撫でてってやってくると、なあってお腹見せてるってなる。かわいいねってなるよ。そう、そういう感じの好きです。猫ちゃんとかワンちゃんとか。みんな腹立ちちゃう。あ、どうしたどうしたって、五月病ってなるよ。でも猫ちゃんもさ、結構動画とか見てるとさ、飼い主さんに近寄ってたりとかする猫ちゃんもいるじゃないですか。毛が短い猫ちゃんは懐くって言いますよね。毛が長いんです、ラテちゃんは。ラテちゃん2歳です。なんか喋ってたら目咲いてきちゃった。どうしよう、これはまた負のループに陥ってしまう。でも作業が終わってないので、やらなきゃいけないっちゃ、そうやらなきゃいけないんですけど、あ、今日さ友達の感覚だったね今。今日ね、いろんな方に年齢聞かれて、その SK サンシャイン栄の、駐車場の方、おじさまがすごいよくなんかニコニコしてくださるんですけど、かほちゃん何歳になったのって聞かれて、駐車場のおじさまにも17ですって言いました。そしたら、あー17歳はあ、はいはいはいって言ってます。アイスくれるおじさまじゃない、警備員の方なのかな、言ってました。いやでも乗ってくれました。
あ、でも伝わってます、ちゃんと。その警備員さんもカホを好きでいてくださってるっていうのは知ってるので知ってます。ダメ？メガネしてなかった気がするけどな、どうなんだ。いや、ほんとほんとちゃんと伝わってますよ。ということでランキングを見ます。もう時間だ。1位、ありがとうございます。牛、お尻にも牛書いてある。牛、牛かな、牛名前ありがとう。そして2位、ありがとうございます。ありがとう、今日いたね、ありがとう。そして3位、ありがとう、ありがとう、今日いた、ありがとう。やい、ありがとう、ありがとう。今日上の方にいる、ありがとうございます。そして5位、ありがとうございます。イエイイエイ、ありがとう、缶バッジ見えたよ。そして6位、ありがとう、6位、配信見てくれましたか、 DM ありがとうございます。7位、ありがとうございます、ありがとう。お仕事でした見れました。そして8位、ありがとう、8位、ありがとう。ちょっと今日お見送りがぎこちなかったね。そして9位、ありがとうございます、9位、ありがとう、配信見てくれました、ありがとうそして10位、ありがとうございます。10位、次こそオレンジ黄色で。そして11位、ありがとうございます、ありがとう、見えてたよ、ありがとう、うちゃんもありがとう。12位、ありがとうございます、ありがとう次の公演で会いましょう。そして13位、ありがとう、ありがとう、ちゃんと見えてたちゃんと伝わってた、伝わってると思う、ありがとうございます。そして壇上以外の皆さんもありがとうございました。知ってる方がいっぱいいっぱいいる。言っちゃいそうになるんだよね、名前は。ありがとうございます。ありがとう、みんな見てくれて。結局最後までやっちゃったありがとう、またね。